もう順調に製造できてるんですね。あ、そうですね、はい、はい、先ほどちょうど12時に出たと、これも漏れているのが確認されているので、この生にので、そちらに順次移送していく、そういったことを今考えております。このアルプスで、吸着したあの樹脂あるいはスラリーをですね、はい、ここへ移送しまして、このヒットという、はい、あの容器に詰め込むところです。これはもうしまう置く場所は決まっているんですか？はい、これはですね、ヒットそのものは遮蔽がありませんので、非常に線量が高いので、ヒックを釣り上げるときはこのトランスファーベルの中にヒックを、うん、つまみ上げるようにして、だから中に本当はこう精度エクセを捨てるのには軽い物質の方がいいんですよね。そうですよね。Z の事情ぐらいで効きますので、手形が。これが5層になっておりまして、現地の方に入っているというような状況です。レールとかですね、使用済み燃料のハンドリングのマシン用にちょっともうお客様が登ることができないと、共用プールの建物の山側といいますか裏手側に入っております。この中には非常用ディーゼルが2機ございます。でございます。それこの間下の、おそらく下の方からとネズミも入っています。そこまでだったら行きます。今回一連のいろんなトラブルがありまして、特に水のことがありましたので、住民の方に十分に心配をおかけしているということで、きちっと見ておく必要があります。
私の方から申し上げましたのは、まず、第一には今の水の漏れている状況をとにかくきちっと早く措置しないといけないということです。特に環境の外にどういう出てかないかどうかというのが一番の問題ですから、それについては周囲24本ぐらいだったんですかね、ボーリングの穴を掘って、それをそこで全部モニターしながら見てきますということで、早急にそういうことをしていただくということです。その他いろんなこれから廃止措置を続けるにあたっていろんな課題が山積みしてますので、そういった一つ一つのことについてきめ細かく、どんな危険性があるのか、どんな心配があるのかっていうのをとにかく全部出してくださいと。で、東電だけで、事業者だけで解決できない問題もあるかもしれないから、それについては政府としても私たちもいろんな立場ありますけれども、宇根町とも協議をしながら協力しながら、とにかくこれを早く解決しなければいけないんだから、とにかく正直ベースできちっと検討してくださいということをお願いしてきました。福島民友新聞桑田と申します。お願いいたします。福島県のですね、佐藤知事は汚染水処理に関して今の計画をですね、抜本的に見直して、いわゆる仮設のタンクなどや地下処理水を使わなくても保管できるような計画を見直してほしいというふうなことをおっしゃっているんですが、規制委員会としてはそれに関してどのような形まで携わっていきたいと思っていらっしゃいますか。まあ、知事の立場でそうおっしゃるのは非常によくわかります。結局この廃止措置っていうのは単なる冷却水だけではなくてですね、地下水だけではなくていろんな形でやっぱり水が出てまいります。その時にどういうふうにしていくかということは、これ非常に大きな課題だと思いますので、知事の趣旨、それから周りの住民の気持ちもよく踏まえながら、どういう方法があるのか今後検討していく必要があると思っています。ですからそういうことを含めまして、東京電力には当面は当面の漏れ対策はやっていただくとしても、1年2年3年ってこういうそのぐらいのところでよく具体的な計画を詰めるのもらってですね、もちろん当然で考えていただくんですけれども、それについて私どもを国としても考えなきゃいけないねということなので、まずそれを出してくださいということを強くお願いしてきました。福島テレビの日陰と申しますが、東電は先日今日も説明あったと思うんですが、地下貯水槽を使わないようにして、で、タンクの方に移すというような話をしている中で、その移設中にですね、移送中に、それ漏れるというような問題がある中で、なかなかうまく計画が進んでいかないというのがあると思います。そうした中で、その国、委員会としてのですね、関与を強めていくとか、あるいはその具体的な対策とか、今日ご覧になっている中で、そこをお感じになる部分を教えていただきたいんですが。今回の移送中の水漏れは、やっぱり冬場に設置したフランジのパッキンがどうも緩んでたということで、しじめしたら止まりましたということなので、ある意味ではもう少し注意深くやればいいなというところもあるかと思うんです。で、いろんなことが起こると思います。これからもいろんな形でね。で、一番気をつけなきゃいけないことは、やっぱりその起こったことについて、まずその影響を環境に出さないということ、これは繰り返し繰り返し私も言ってるんですが、それと同時に何か起こったときに、これは自分たちでどのくらいの範囲でちゃんと制御できるのか、回復できるのかということを速やかにやっぱり国民なり住民、地元に対してご説明できるように準備しておいてくださいと。そのためには前もってね、いろんなことに対する準備ですね、いろんなリスクを考えながら、それに対する対応策を考えておいていただくのが大事だろうということです。残念ながらね、普通の施設でもいろいろ起こるんですけれども、この一F の状況っていうのは、ご承知のようになかなか毎日毎日が違ったことをやって
って、いろんなことが起こるかと思うんですが、まあ、その場合でもそういうことで、とにかく、外の方にあんまり心配かけないというふうなことかなと、そういうふうに我々としても指導していきたいと思ってます。なんか規制当局として承認をしていたその地下貯水槽がそれを起こしたということで、実際に現場を見られてその責任というかその辺のあたりはどうお感じになりましたか？なかなかね、相当の実際の設計を見るとですね、相当注意深くはやってると思うんですが、いずれにしてもですね、普通あれだけの貯水槽を作るのにビニールシートとかそういうもので作るってことは普通はないわけですよね。ただあれを許可した保安人自体のことをこういろいろ調べていただくと、やはりその水対策が非常にも緊急のことであったということで、かなり例外的にいろんなものをこう緊急対策として進めてきているところがあります。決して何十年も大丈夫だというようなところまでは見てないんですね。だから逆にそういうことも含めてこれから少し長期戦になりますので、いろんなところを見て心配されるところは全部拾っていくということです。できるだけ早く HF については安心できるように持っていくということについて、関係者がみんなで努力するということでいきたいというふうに思っています。今日はよろしくお願いしますか。もう一人ぐらいいらっしゃいますか。じゃあ最後に、はい、現地の廃炉推進対策会議に委員長も参加されるということなんですけども、この規制委員会としてその自己収束や廃炉にへの関与というのは強めていくことになるんですか。ですね、今まではですね、保安院時代は一緒に、まあ、計画の段階から入ってたんですが、一応規制という立場から計画を立ててそれを自分で規制するというのは難しいので、オブザーバーという形にしてきたんですが、今回の事故を踏まえてとにかく専門家としてのいい意味での会議をしてくださいということなので、それは国民のため住民のためを持って会議をします。ただし事業計画とか何かについてはやっぱり自分我々が主体的にやるってわけはいけませんので、リスク要因をきちっと調べてくださいと、それについては我々の目できちっと見ますと、そんな立場でいくことになりますかね。はい、皆さんいいですか。はい、はい、じゃあよろしゅうございましょうか。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労さんでした。